地図書かず送信書は、沖縄県とミグスクシアザ書かずにある、県内の民間放送局である琉球放送の、テレビ放送と AM ラジオ放送、並びに、琉球朝日放送のテレビ放送の送信書である。もともとは RBC が、前身となる、琉球の声時代の1953年ラジオ送信書として、開設、1960年にアナログテレビ、 AM ラジオ兼用の放送所として設けたものだったが、RBC は1985年6月、アナログテレビの送信所を、当時の NHK 沖縄放送局に移し、以後10年間は、AM ラジオのみの送信所だった。しかし1995年10月、AM ラジオが5キロワットから1 0ットに増力されたのに加え、RBC も支援したコップが開局したことから、 再びテレビ AM ラジオ兼用の送信書となった。その際、AM ラジオの送信等は、全国的にも珍しい自立鉄塔式に変更された。そして、デジタルテレビ放送の開局に際しては、すでにアナログテレビ放送を行っているコップの UHF アンテナと既存の RBCI ラジオ、コップアナログテレビの送信局者をそのまま使用して、コップの デジタルテレビ放送に加え、RBC も21年ぶりにテレビ送信書をここに戻した。ちなみに AM ラジオと地上アナログデジタルテレビジョン放送を一括して同じ送信書から出しているのは全国的に見ても親局ではここだけである。そのため2011年7月24日のアナログテレビ放送終了以降は親局としては全国で 唯一のテレビ AM ラジオ兼用の送信書となる。また2017年には RBC i ラジオの FM 保管中継局の送信書も設けられた。送信書の保守管理は RBC のデジタルテレビ AM ラジオ放送だけでなくコップのアナログデジタルテレビ放送も RBC で受け持っている。これはコップがコスト削減の目的などからアナウンス、報道取材。 一部の営業関係以外の放送業務をすべて RBC に委託しているためである。地上デジタルテレビ放送に先駆けて1999年から2004年には沖縄地上デジタル放送研究開発支援センターが放送実験用の送信書として使用した。その実験用に使用していた UHF アンテナは後に RBC コップの デジタルテレビ送信用として使用していたが、デジタル完全移行後は、コップのアナログ放送を行っていた UHF アンテナをそのまま転用する形で、r b c コップ共用の地上デジタル放送の送信アンテナとして使用し、それまで使用していた放送実験用時代からの UHF アンテナは撤去された。歴史当時、非線式を採用していた。 NHK 金沢放送局と北陸放送が、ラジオアンテナの上にテレビアンテナを併設する、方式だったため、それを真似たものであった。なお、当初那覇市首里崎山町にあった、沖縄テレビ放送の送信書に、テレビ単独で併設の案もあった。現在放送会館は、那覇市おもろ町に移転し、送信書機能のみ残る。落成は1995年9月16日、 当初は RBC の AM ラジオ放送とコップのアナログテレビ放送の兼用送信書として運用開始。テレビ AM ラジオ兼用の送信書は全国的に見ても数少なく、同地以外では北海道の北海道放送の旭川、帯広、釧路、網走各局。札幌テレビ放送、STB ラジオの旭川、名寄、釧路、網走各局。 NHK 串路放送局親局、石川県の NHK 金沢放送局親局、北陸放送、FM 石川共同仕様の親局、静岡放送の浜松中継局、岡山県の RSK 山陽放送の笠岡中継局、愛媛県の南海放送の大須中継局に存在するのみ。山陽放送の笠岡中継局と南海放送の大津中継局を除き、 地上デジタルテレビジョン放送の電波発射は行われていないため2011年7月24日のアナログテレビ放送終了後は AM ラジオ単独の送信書となる。本来月曜未明2時5時のみ放送休止をしている RBCI ラジオは鉄道改良工事期間中の1995年3月と6月下旬8月に限り土曜の24時間放送と土曜。 日曜の深夜放送を休止、放送終了を25時に繰り上げた。また1998年に移転したラジオ沖縄の大里放送所も自立鉄塔式であるの送信書だったため自立式だった。近年建設された沖縄県内のラジオ送信所が自立式になっているのは台風銀座であることが大きな要因。このような送信書は 北陸放送金沢ラジオ送信所、山梨放送甲府ラジオ送信所、京都放送京都ラジオ送信所、ラジオ関西神戸送信所、中国放送広島ラジオ送信所、ラジオ沖縄那覇送信所などがある。実際は沖縄地上デジタル放送研究開発支援センターが放送実験用に使用していたもの。ありがとうございます。